はい、どうもボーリング TV のヒデです。今日はですね、先日愛媛県で開催していただきましたボーリング TV カップ2022の、様子をですね、皆さんにお届けしたいと思います。今回はですね、トーナメント方式で開催していただきました。なので、5位から5位、4位、3位とまずはシュートアウトがあって、3位決定戦、優勝決定戦と、決勝を行います。そちらの様子をですね、動画に収めてきたので、皆さんどうぞ見てください。それではどうぞ。Thank you.
いただけましたでしょうか、ボーリング TV のナルト、ヒロムと、そして大下選手の激闘、皆さん見ていただけましたでしょうか。大下選手はね、すごいアマチュアの中でもトップクラスの選手で、やはり素晴らしいボーリングで260点で勝利しました。次の3位決定戦も、すさまじい対決となると思うので、そちらの方も期待していってください。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。